9月22日2021ヤングジョッキーズシリーズトライアルラウンド園田が行われました。トライアルラウンド園田のナレーションは園田姫路競馬実況アナウンサー鈴木誠也が担当いたします。まずはトライアルラウンド園田の出場騎手をご紹介しましょう。地方競馬所属騎手はご覧の9名の騎手が出場し、高知の岡良太郎騎手、瀬能正親騎手、佐賀の平真人騎手、金沢の魚住健信騎手は一蔵のみの騎乗です。 JRA 所属騎手はご覧の5名、斉藤新太騎手はここトライアルラウンド園田が今年初戦です。トライアルラウンド園田は1レースに地方7名、JRA5 名の騎手が騎乗しての12頭立てで行われます。ここが最後のトライアルラウンドとなるジョッキーもいて、少し緊張感ある雰囲気です。それではレースをご覧いただきましょう。2021ヤングジョッキーズシリーズトライアルラウンド園田第1戦はダート 1400m で争われました。一番人気は地元兵庫木本直騎手騎乗のピエナシニスター、二番人気は JRA 斉藤新太騎手騎乗のミヤビフレッチャ、三番人気は兵庫の佐々木セレー騎手騎乗のトーアセレーヌでした。スタートしました。ヤングジョッキーストライアル園田第一戦、綺麗に揃いました。まずは先行争い真ん中から5番ピエナシニスター木本が出ていく、さらには10番のツインフルムーン瀬野も出ていきます。11番のポーカークイーン泉谷風磨も後位につけて、インコース2番のラベンデュランと井上瑛太、外12番のプラジニアが続いています。小沢大斗、その後固まってインコースから3番トーアセレーヌ佐々木セレー、外から9番インタードリーム長尾も上がっていきます。その後ですが6枠2頭7番色彩のブルース金山翔馬に、8番橋の王者魚住健信、続いて1コーナーカービ後方3頭は1番アグネスフォースと長島まなみ、真ん中4番のキャプテンカーク松本博樹、最後方追走が6番の宮城フレッチャーと斉藤新太。これから2コーナーから向こう上面に入ります。まず逃げたのが5番のピエナシニスター、地元の木本リードは体半分、10番のツインフルムーン瀬能が2番手、3番で外9番のイントアドリーム長尾です。4番手インコース2番のラベンデュラン井上、外11番ポーカークイーン泉谷続いています。その後外から12番のプラチニア小沢大と曲がっていく、インコース3番のトーアセレーヌ佐々木セレー、その後ですが8番の橋の王者魚住健信曲がっていく、これから間もなく4コーナーを向かいます。先頭は5番のピエナシニスター木本直の逃げ、リードは1馬身ぐらい、2番で集団固まってきました。インコースから2番のラベンデュラン、外から7枠2とインタードリームツインクルーン、さらに外に出して上がってきたのが橋の王者、先頭は粘る5番のピーナシニスター、5番のピーナシニスター木本が逃げる、2番手争い内側2番のラベンデュラン井上、外から8番の橋の王者魚住健信追ってくる、さあ前は最後2頭並んで五輪。2021ヤングジョッキーズシリーズトライアルラウンド園田第1戦、1着は人気に応えました兵庫の木本直騎手、2着は金沢の魚住健信騎手、3着は高知の井上瑛太騎手でした。いや、まあ、マイペース持ち込めたんで、最後はもう馬が頑張ってくれました。ちょっとかわされたんかなと思ったんですけど、やっぱ距離ロスを考えればやっぱ僕が経済コースずっと回れてたんで、馬の、ね、小谷さんが調教つけてくれてて状態はいいっていうふうには聞いてたんで、勝ててホッとします。熱い。
いや、めっちゃ悔しいっす。ここ最後だったんで、ね、1着取ってものにしたかったんですけど、せっかくの一番人気ちょっと自分のミスでもっと上手く乗れればよかったんですけど、コーナーとかもちょっと金沢の癖って言ったらまあ言い訳になっちゃうんですけど、ちょっと膨れちゃってた部分あるんで、ちょっと外目回りすぎてたかなっていうのはあるんで、もうちょっとそういうのでもっと厳しいコース回りできてれば、ほんのちょっとの差だったんで変わってたのかなって思うと、やっぱ悔しいですね。本当にまだまだ自分の技術が足らなかったです。めっちゃ悔しいですね。もうちょっとだったんですけどね。まあ、木本さんの後ろっていう指示だったんですけどね、まあ、木本さんが楽な競馬して最後まで残ったんで、まあ、僕も直線向く時にはあるかもって思ったんですけど、まあ次頑張ります。もっと後ろで我慢したかったんですけど、ちょっと抑えきれんかったですね。かかる、あんま押しすぎたらいい感じになるのは分かっとったんですけど、はい。コーチの瀬能正親騎手はこの第一戦をもって今年予定していたトライアルラウンドの全騎乗を終えました。いやでも1個そうなんですよ、1個減らすんです。あ、そうや、1個減らすわ。微妙っぽいですね。微妙っぽいな。エイタが何やってんだよ、あいつ何やってんだ。ギリギリ僅差やったらエイタ君のせいです。この時点では西日本地区3位とファイナルラウンド出場圏内でした。おや、兵庫の長島太郎調教師がジョッキーのクラフキをしていますよ。これが愛情というものですか。いやそんなことないです。あぶみの長さがどうなのか見たかったんでね。続く2021ヤングジョッキーシリーズトライアルラウンド園田第2戦もダート 1400m で争われました。一番人気は JRA 松本博樹騎手騎乗のステイホーム、二番人気も JRA 泉谷風磨騎手騎乗のルーシー、三番人気も JRA 斉藤新騎手騎乗のユーキャンでした。枠入り完了、スタートしました。園田の第2戦です。大きな出遅れありません。先行争いに入っていきます。外から押していく9番のギャラクシー X 井上、そして外からは11番リードメロディー金山も出ていきました。2番の西野狩人佐々木が行って、インコースから1番スマートサバランは岡です。外目から5番手には7番ナリノベール長尾、それから10番ステイホーム松本がスーッと5番手から4番手の外へ、中段から5番ユーキャン斉藤新、それから6番西野ドクターヘリ小沢が続きます。3番のチェイウラノス長島まなみは後方から4投目、あとは4番ルーシー泉谷です。そして12番のオーラフィアリ日田真奈と、最後方に8番リザラクト木本と行きました。各馬2コーナーから向こう上面、11番のリードメロディー佐賀の金山がまずは逃げてリード1馬身半です。2番の西野狩人佐々木聖霊2番手、9番ギャラクシー X 井上が3番手、2馬身後方10番ステイホーム松本です。あと1番のスマートサバラン岡が続いて中段固まってきました。3番チェリーウナウス、外から長島まなみが追い上げようとしています。あとは7番ナリノベール長尾が行って、外からさあ行った、12番オーラフィアリ日田真奈とぐんぐん追い上げて中段の後ろ、中段の後ろから後位接近していきます。さあこれから4コーナーカーブへ、先頭11番リードメロディー金山がリードを4馬身広げていますが、3番のチェリーウナノス長島まなみが一気に上がっていきます。4コーナーカーブ、2馬身後方12番オーラフィアリ平間と3番手の直線に向きます。大外から4番ルーシー泉谷風磨です。さあ先頭に変わったのは長島まなみ、3番のチェリーウナノスリード2馬身です。12番のオーラフィアリーが2番手、そして4番ルーシー泉谷3番手、先頭は3番のチェリーウナノスリード2馬身、長島まなみ勝ったゴリ。2021ヤングジョッキーシリーズトライアルラウンド園田第2戦、1着は JRA の長島まなみ騎手、2着は佐賀の日田真人騎手、3着は JRA の泉谷風磨騎手、長島騎手は園田競馬場育ちということもあり、スタンドからは拍手が上がりました。
年生までお世話になった場所で、こうして勝利を挙げることができてとても嬉しく思います。すごく馬自体終始馬自身がハミを取っていってくれて、最後もなんとか後ろから来ていた馬もにも負けずに粘ってくれていたので、本当に馬に感謝したいなと思います。もう向こう上面が少し後ろ目だったので、片道入れながらちょっと位置上げていったのですが、それにもきちんと反応してくれて、3、4コーナーの仕掛けどころももう一つ反応してくれたので、馬が本当に最後まで頑張ってくれました。父とはあまりコロナの状況もあって直接会うことはなかったのですが、久しぶりに会ってこうして勝利することができてとても嬉しく思います。たくさんの声援をありがとうございました。ファンの方々が応援してくださった力もあり、勝利を挙げることができました。次の名古屋でもファイナル進出目指して一生懸命頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。人差しにかけて後ろから行ったんですけど、なるべく外回らない方がいいってその名のジョッキーの方も言われてたんで、なるべく追い出しを遅くして、そうですね、あまり早く外に抜け出さないようにして、できるだけ辛抱したんですけど、勝った馬が逃げ残っちゃって、させるかなと思ったんですけど、まあ頑張ってくれました。まああと2戦名古屋があるんで、しっかりポイント重ねてファイナルラウンド行けるように頑張ります。もう俺なかったっけよ、もう完全にもう、だからもう丘見えた瞬間、ああ頑張れ開いてくださいと思って、もう頑張れ、ここもうラチドイツ擦るよ、おい、そうかい、刺さった思ったよりポイントもらいました。馬に感謝です。あ、今年のトライアルラウンドを終えて、予定していた今年のトライアルラウンドの全騎乗を終えたジョッキーたちは、まあやっぱまだまだ未熟だなと、そしてやっぱまあ後輩がなんかファイナルいけそうなんで、後輩に託したいなと大丈夫です頑張ってます、ね、頑張ります、頼んだわ佐賀のっすね、そう佐賀の、去年の俺とデミツの一番人気飛ばしてるから頼むわ、ちょっと頑張って、芝に乗ってみたいんで、そう、はい、残念な結果ですね、来ても着ぐらいしか来なかったんで、まあ減量がないってこういうことなんやろなって感じですけどね、動くところでやっぱりいつも動くとこで動かないから、その早めとかもうちょっと貯めるだとか、やっぱりこれから減量を取れていくんで、しっかりそこも考えてやっていきたいと思います。コーチは焦りすぎたし、もうあれですね、まあ、いい勉強になりました。定量やし、みんな新人ジョッキーやし、いろんな場回れたんで、そうですね、いい勉強になったっすね。来年に向けてまたコツコツ頑張りたいです。まあ、あとは名古屋の結果待つだけなんで、まあできればね、できれば地下本戦は出場したいですね。チームあと一クラーで分かんないんで、とりあえずね、本戦出場して中山で斉藤新太君と会いたいですね。またまずは俺の名古屋応援してくれまずは斉藤新太君の名古屋ですね。最後は地方競馬西日本地区でポイント1位に立った木本直樹氏に締めてもらいましょう。人生はグー。2021ヤングジョッキーズシリーズ次のトライアルラウンドは10月13日水曜日、川崎競馬場で行われます。お見逃しなく。